エアポッドって素晴らしいですよね。でもケースはなんだかつまらない。そんな時には 3D ペン、これでおしゃれになっちゃいます。まずは縦に線を引きましょう。間が開かないようにしっかり乗せます。ボタンの周りや下の部分もライトニング部分は避けてくださいね。できたら違う色で蓋に円を描いて三角を作りましょう。次はお花、最後にまつげを描いたらユニコーンの完成。これ見て、かわいいでしょ。私のなんて超地味。ウォーンランラララン。大変だ。信じられない、大発見しちゃったかも。優しく。これは古代ローマの陶器かな。やった、安全な場所に置かなきゃ。この棚でいいや、美しい。片付けの時間、埃だらけなんだから。うん、コップ、なんでここにあるの。古くて汚いわね。そうだ、コップをひっくり返してアルミホイルを丸めるの。糊を少しだけつけたらコップの底につける。あと3つ作ってね。できたらこんな形のアルミホイルをコップの横にくっつけて、反対側には長いアルミホイルをつけるのよ。あとは色のある糊でアルミホイルを覆うだけ。最後までちゃんと覆うのがポイント。コップにもつけてね。コップの端っこにつければ広がってくるのよ。乾いたらコップの完成。顔を描くのも忘れないでね。可愛くなったわ。僕の工芸品見なかった？小さいコップ、古いやつ、私が直したやつね。ほら、嘘だろ、頑張ったのに。ダメ。発明したぞ。ハロ、この部屋素敵ね。君のために特別なものがあるんだ。ペン？普通のペンじゃないよ、レーザーのペン。持ってるわ。じゃあこれは口紅に見えるけど、それどう？すごいだろ。そんなの持ってるし。ちょっと待って。そうだ、早くしてくれる？何でも見えるレンズ。嘘でしょ、本気？こんなの使えない。どうしよう。あ、いいこと考えた。壊れたメガネをここに置いて、 3D ペンをメガネの縁に乗せる。フレームを覆ったら、上のフレームも同じようにして耳掛けをくっつけよう。もちろん 3D ペンでね。最後まで乗せたらまるで新品。直したよ、おしゃれでしょ。つけてみていい？どう思う？これ返すわ。なるほどね。新しいルックスを試したくなったら、買い物に行かずにグルーガンを使ってみよう。そうすれば普通の靴をおしゃれに飾れるよ。キラキラ入りのいろんなグルーを使えばすっごく可愛く仕上げられるから、ビーチでリラックスするときにぴったり。尾びれを飾ることもできるわ。あ、このイヤホン探してたの。音楽を聴いて。うわ、見て、キモい。うえ。お、いらないの？ありがとう。うえ、吐きそう。これでよし。でも髪をとかさなきゃ。はあ？なんでブラシがこんなことに。黒い髪だらけ。リアーム、おいしい。このブラシ見てよ、私のものを使わないで。え、何のこと言ってるの。マジで、私の名前が書いてあるでしょ。ベラベラベラ、気持ち悪いし超ムカつく。待てよ、どうにかなるかも。木製スプーンと 3D ペンを用意して、スプーンの裏をなぞってみよう。スプーンの形に合わせながら線を引いてっと。次は 3D ペンで垂直な毛を作ってみよう。
細い毛を作りながら感覚も整えてと。ブラシの毛をたくさん作らなきゃ。長さが違っても大丈夫。ハサミで切ればいいから。これで長さはバッチリ。よし、オッケー。もっと前に作ればよかった。これで髪をとかせるわ。よくできてる。リアムの髪もついてないし。よし、完璧。準備 OK。 うわー、お尻が。マジで許せない。うわ、危ねえ、逃げろ。よう、エマ、元気？うん、始めよう。ストレッチしてっと。ゲームはきついからな。負けねえぞ。キックを食らえ。うまくなったわね。もちろん。イエーイ。でも私の敵じゃないわ。負ける準備はいいか？どうなってるの？よし、やった。ゴーリアム、ゴーリアム。運が良かっただけよ。ちょっとズルしちゃおう。マウスの代わりに石鹸を置いてっと。はは、楽勝だぜ。じゃあリマッチやる？え、なんで？なんか変だぞ。うわ、かわいそう。石鹸？マジかよ、ずるいぞ。今度は俺の番。何これ。おっと、手が滑った。これでゲームオーバーだ。マジで強くなっちゃった。連勝だ。マジでムカつく。俺の方がうまいって認めろよ。うわぁ、いって、頭が、タンコブができちゃうよ。あ、ヘッドホンが。もう使えないよ。大丈夫？ほら、壊れちゃった。じゃあ私のイヤホン貸してあげる。使って。マジ？待てよ、いいこと考えた。 3D ペンを使ってみよう。まずは円を描いて、真ん中が鍵穴になるようにして、内側に小さな円を描いてから中を埋めてみよう。線の外に出ないようにしなきゃ。結構リラックスできる。そこの部分はもうすぐ完成。次は立体的にしなきゃ。端から垂直に線を描いて、反対側とつなげたら中を埋めてみよう。同じ方法で一周してみよう。そして上も同じように埋めてっと。よし、他の部品を作ったらくっつけてみよう。 3D ペンでくっつけなきゃ。外れないように接着してから中にイヤホンをはめたら準備 OK。 完璧。よし、始めよう。今回はズルはやめよう。オッケー。ここに来てよかったな。うん、外食するの久しぶりよね。ロマンチックな食事は最高。二人きりだし。この瞬間を待ってたんだ。プレゼントがあるんだ。チキン？なんでこんなところに？はい、これトイレのブラシ。ちょっと待って、ごめん。これだよ、大切な君のために。リアム、すごく綺麗。君もだよ。最高。写真を撮ろう。すみません、写真お願いできますか？はい、笑って。ちょっと待って、それ同じ指輪？マジで信じられない。返して。ありがとう、言っていいわ。はい。どうしたんだよ。あの子、まるっきり同じ指輪をしてたの。特別な指輪が欲しいわ。どうしよう。そうだ、紙の上にハートを描いてから透明のグルーでなぞって中を埋めてみよう。はみ出さないように気をつけなきゃ。失敗しませんように。よし、次の部品の番。固まる前にくっつけなきゃ。軽く押さないと。完璧。さらにグルーを塗ってっと。これで OK。 次はビーズに押し付けてみよう。絶対にユニーク。エマ、これを君に。気に入ってくれればいいけど。うわ、リアム、かわいい。すごくロマンチック。ありがとう、すっごく幸せ。
だからどうでもいいって言ったんだ。結局居残りにされたけど関係ねえよ。面白い、見たかったな。リアム、助けて。どうしたの？大丈夫？怖かった。ありがとう。ロリポップはどこ？あった。うわ、毛だらけになっちゃって食べられない。うえ、キモい。どうにかならないかな。うん、あ、これあげる。え、いらない。ダメか。あ、そうだ、キャンディーをグルーガンに入れて三角形を描いてみよう。溶かしたキャンディーで色を塗ってみよう。うん、いい匂い。線からはみ出さないようにしなきゃ。下の部分には少し隙間を開けないと。よし、色を変えてみよう。緑色を使ってと。次は暗い緑色。もうすぐ完成。スティックを刺して飾り付けをしたらスイカのロリポップの完成。うわー、すごい。あげるよ。ありがとう。気にしないで。うん、すごくおいしい。マジ？もう一本作ったんだ。おお、めっちゃおいしい。この色はキリンにぴったり。すごくかわいい。うん、次は何を塗ろうかな。うん、パパも可愛くしちゃおうっと。おお、よく寝た。あ、ヒゲが緑色だぞ。またエマの仕業か。芸術家みたい。朝食の時間だよ。ほら、鉛筆を置いて。オッケー、パパ。待てよ、スプーンに色塗ってみよう。うーん、すごく綺麗。何やってるんだ。ちょっと待って、これで食べたらダメだ。ふえ、意地悪。し、泣くな。待てよ、いいこと考えた。これでうまくいくぞ。 3D ペンとスプーンを使ってスプーンをなぞってみよう。エマもびっくりするぞ。気に入るはずだ。次は絵を作ってみよう。下までなぞるだけ。よし、あとは持ち上げるだけ。エマのためのスプーンだ。うわー、すごい。わー、ありがとう。色を塗ったスプーンみたい。使ってみよう。うん、最高。パパ、どうもありがとう。ふう、お腹いっぱい。何を考えてるんだ。動かないで。髪の毛はダメだ、やめなさい。嘘、置いてきちゃった。古いの使うしかないか。ないよりマシね。何それ、古臭い。やっぱいいや。あ、魔法のペン、この中に入れたらイヤホンの出来上がり。ね、いい感じ。音もいい。 3D ペンって便利ね。爪が整った。赤いいかも。ネイルサロンなんて。ああ、やっちゃった。不器用なんだから。最悪。ちゃんと取れるかな。頑張ってよ。取れない。こうなったらいけ。もう無理。こんなの使えない。そうだ、いいこと考えた。クラフトよ。自分のケースを作るわ。このペンを使ってね。ケースに見えてきた？横も忘れずに。
きな色で作れちゃう。この色いいわね。元気？私の勝ち。はあ、ちょっと休憩。眠くなってきちゃった。なるほど。うわ、何の音？猫じゃないよね。マディソンのメガネ？殺される。どうしよう。そうだ、このペンで直せるはず。まずはレンズの輪郭を描くの。次に中を埋めたら。わかった、あとはくっつけるだけ。テンプル部分もこれで完成。うん、素敵。ゆっくりゆっくり。あ、危なかった。サイズもぴったり。あれ、メガネつけたまま寝ちゃったっけ。やばい。変なの。ふう、大成功。うわぁ、素敵なアクセ。このリング、いい感じ。全部つけちゃえ。こんなに指があるんだから。素敵。私は？これ、自分で作ったの。微妙。これは？やりすぎね。じゃあ、これ。はぁ、センスなさすぎる。待って、いいこと考えた。そうよ。このハートの線をなぞるの。赤がぴったり。色を塗ったら、次は冠。女王にぴったりね。このお花かわいい。好きな色を使ってね。花びらも忘れずに。完璧。そしてこれは指輪の部分。さっき作ったハートに糊をつけて指輪をくっつける。アクセの出来上がり。かわいい。見て、全部手作りなの。あれ、どこで手に入れたの。ちょうだい、個性的ね。私にもつけさせて。素敵、お揃いね。お泊まりといえば枕投げ。きた、髪が。視界がやられた。髪が多すぎる。ちょっと待ってて。ヘアゴムなかったっけ。これでいいや。ダメ、私の。見つけたのは私よ。ちょうだい。ああ、壊れちゃった。でも、もっといいものがあるはず。こうなったらプラン B。 魔法のペン、力を貸して。どうなるかな。最初にこのような線を描くの。閉じたら塗りつぶしてね。すぐわかるよ。白い絵の具で小さなハートを描いて。かわいいでしょ。あと一つ、キラキラもつけちゃえ。次に端っこ同士をくっつけて、このまま髪に刺すの。髪の毛が邪魔にならない。わお、わお、枕投げ再開。友達と好きなものが似ていると
こんな問題も起きてしまいますよね。じゃあね。ヘミングウェイ面白いな。え？何？これ私の？違うよね。あれ、私のカバン？そうだ。 3D ペンで名前を書いてね。私はふんわりした書体が好き。好きな色で OK。 これが文字になるよ。ここは E の周り。次に色を塗って、いろんな方向で塗ると文字が分かりやすいかも。こうやってね。全体的に囲んでチェーンをつけたら、これで完成。ん？私のじゃない。あの、マディさん、危なかった。タグのおかげね。あら、わあ、これはもしかして恋の始まり？髪の毛大丈夫かな？こんにちは。うわ！うっ！ペッペッ！口に入るな。髪の毛が竜巻かなんか？そうだ、こんな時こそ。これが便利。このペンに糊を巻きつけるの。ぐるぐるっと。乾いたら剥がして、バネのようになるから端っこに糊をつけてくっつけてね。じゃじゃーん、これで安心。さーて、こんにちは。おお。普通のペンがあれば十分って思う？そんな人は 3D ペンを使ったことがないんじゃない？ 3D ペンってすごいことができるんだよ。ちょっと想像力を働かせて丁寧にやれば何だって作れるんだ。すっごく楽しいよ。それじゃあ早速始めよう。よし、リアム、おやつができたわよ。オレンジ好きでしょ？ダメよ、まず手を洗って。決まりでしょ。手は綺麗だよ。ちょっと洗わなきゃダメ。わかったよ、たく厳しすぎ。洗えばいいんでしょ。石鹸をいっぱい舞いつけるよ、ママ。おお。つるつる滑るな。もう、つかめないじゃん。ああ、もういい。きれいに洗ってよ。お腹すいた。食べててね。トイレに行ってくるから。おお。リアム？え？今度はなんだよ。頭から転ぶところだったわ。石鹸？なんで床に落ちてるの？歩いて逃げたのかしら。滑るわね。そうだわ、いいことを思いついたわ。 3D ペンで石鹸が滑らないようにできるのよ。くねくねした線を描けば石鹸が滑らなくなるの。石鹸に直接描けばぴったりの形に作れるのよ。まだ完成じゃないわ。 3D ペンでこのイラストの色を塗るの。今回はユニコーン。いろんな色を使ってカラフルにしよう。前後に動かしてジェルで塗っていきましょう。ユニコーンが描けた。かわいい石鹸皿の出来上がり。置いてみて。ぴったり入るでしょ。一件落着。
動くんじゃないぞ。ぐっすり寝たな。いい音楽で目を覚ますわ。うん、イエーイ、いい曲だ。踊りたくなるよ。コーディネート完璧。いい一日のスタートだね。そうそう、あとは靴。イエーイ。変な歩き方だけど踊らずにはいられない。ああ、いい匂い。自然って素晴らしい。あ、リアムだ。やっはー。ああ、エヴァ。あ、待って、リアムダメよ。なんで手を振ってるんだ。リアム、止まって。バナナの皮。全然見えてないわね。ああ。うわー。大丈夫、僕のダンスは止まらないよ。いや、やっぱり。ヘッドフォンが。お楽しみは終わりか。どうしよう。これじゃベースが響かないんだよ。でも自分で作ればいいんだ。 3D ペンを使ってね。この形の中をペンで埋めていくんだ。少しずつ丁寧に。そしてこれを乗せるよ。ペンでくっつけるんだ。綺麗に乾いたら全てのパーツをつなげる。そしてこれをここに入れるんだ。じゃーん。うん、これでずれないぞ。リアム、大丈夫？もちろん。これ見てよ。これでまたノリノリだよ。またね。待って、パパ、出したいものがあるから。落としたのに気づいてもない。これ落としたよ。ありがとう。行こう。ああ、どこにもない。ここにもないわ。何？鍵よ。またなくしたの？一緒に探そう。ないな。この下は見た？ソファーの下も探そう。あった？ない。うん、思い出すんだ。ここにはないよな。うう、くさ。くさい。他にどこを探せばいいんだ。ちょっと待って、もうなくさないんだよ。行っておいで。あれ、鍵を持ってきたっけ。ここにはないわ。もうナイトテーブルだ。ああ、もうパパ、開けて。この本、面白い展開になってきたな。絶望的だわ。締め出されちゃった。誰もゴミを出さないんだから。エヴァ、鍵を忘れたの。え、また。それバッグに入れてたもの。そうだ、思いついた。パズルのピースを使って二度と鍵をなくさないようにするんだ。全部塗りつぶしたら名前の頭文字を書こう。できた。これならなくさないだろう。はい、どうぞ。って書いてある。ありがとう、パパ。あ、パパも作ったのね。おそろいね。私のパパ最高。うまくいったな。さてと、行ってくるわ。いい子にしてパパを困らせないでね。目を離しちゃダメよ。行ってらっしゃい。バイバイ。ああ、退屈。
パパ、遊んでよ。何これ、これでどうするの。バカみたいに重い。何か楽しいものないかな。わー、ママのワンピース、これ好きなのやね。おー、すごい、大人っていいもの持ってるよね。わー、宝石だ。これ私に合うかな。素敵。やっと終わった。エヴァ、一体何してるんだ。似合う、ママの借りたの。私のものを触らせないでよ。おっと、これはやばい。でも大丈夫だ、エヴァ専用のを作ってあげればいいんだ。お姫様にぴったりのね。この王冠の形で可愛い指輪を作るんだ。他の形もね、星型とかいろんな形を使うといいよ。女の子はハートが好きだよね。ハートはやっぱり赤。もうすぐできるぞ。かわいいだろう。真ん中にも一滴。これでリングをくっつけるんだ。いっぱいできたぞ。これ全部君のだよ。かわいいだろう。ありがとう、パパ。パパはこれかぶって。僕たちクリエイティブだね。風が鳴った、行かなきゃ。あ、スカートが。もう時間ないのに。離れてってば。うそ。あ、鍵忘れてた。あれ、どこだ。きっとカバンの中よね。どこかにあるはず。って、あれ、どこにもないし。そうだ、いいこと考えた。よし。ふむふむ、ポテチ、ポン。もっと奥まで行かなきゃね。ああ、あった。ふう、やっと。大変だった。これでロッカーが開けられるわ。思いついちゃった。 3D ペンとハートのテンプレートを使うの。線をなぞって、あとは中を埋めるの。 3D のお絵描きって楽しい。特に長い線はね、綺麗に見せたいから隙間がないように。ハートの出来上がり。あとはキーチェーンをつけてペンで固定する。完成。早速使っちゃおう。うん、かわいい。これで鍵もなくならない。このダンス楽しい。あ、誰か来た。ちょっと待って、ノリノリだったのに。見て、なんだろう。新しいクロックスだ。かわいい。やった。いいな。私のシンプルでつまらないし。あ、そうだ、花を描いて 3D ペンの登場なのよ。まずは花びらを2枚。このパターンがおすすめなの。よし、あとは黄色で真ん中を埋めたら。わあ、すごくかわいい。次はイチゴ。最初は黒で線をなぞるの。いい感じ。次は緑色。身の部分はもちろん赤。仕上がりが楽しみ。できた。今度は星。テンプレートは必要なし、そのまま描けちゃうもんね。黄色で明るさもアップする。完成。あとは靴につけるだけ。星はここかな。
残りもね。やった、完璧、早速履いちゃおう。わあ、大成功。ケイト、すごいわね。はい、一つあげるわ。ありがとう。もっとすごいもの見たい？これ、上にかぶせるだけで新しいデザインになるの。 3D ペンで靴をなぞったんだ。クールね。あ、そうだ、ダンス。新しい靴も見せびらかんぜ。食器洗いもあと少し。うそ、まだあるの？ポップもよろしくね。しょうがないな。なんでこんなに汚いわけ？え？何？手が！ダメ！割れちゃった？あ、大丈夫かな？うそ！ママのお気に入りのコップが怒られる！待って、直せるかも。糊じゃなくて 3D ペンで。割れた部分に乗せるだけ。色が同じだから全く見えないのよ。持ち手の下の方もね。こうやってたくさんつけなくても大丈夫。よし、反対側も同じようにつけるの。あと少し。できた。上と下にもたっぷりつけてね。持ち手が一番大切だからしっかり固定するの。これで OK。 ママ、ジュースあげる。あら、持ち手が少し変わってる。何か隠してるの？持ちやすくなったからいいわ。ジュースありがとうね。ああ、よかった。失礼、ここ私のロッカーなんだけど。なんでここで勉強してるわけ？あ、鐘が鳴った。ロッカーにスカートが挟まった。全く取れない。ここは気合で。うわ、スカートが。ダメ、絶対にダメ。うそ、穴が開いちゃったし。そうだ、 3D ペン学校に持ってきてよかった。穴の周りに可愛いデザインを描くの。中もしっかり塗って穴を塞ぐようにね。今度は白、ここの穴を隠すの。よし、完全に隠れたわ。あと少し。あとは耳を描いて、目も忘れないようにね。鼻と口も忘れずに。かわいいキツネさんの出来上がり。スカートがさらにおしゃれになっちゃった。鋭い牙と優しい心を持っている狼。お姫様が撫でると足元に座ったのです。その日から二人はいつも一緒に過ごしたのでした。あら、寝ちゃったわ。毛布をかぶせてあげよう。ゆっくりゆっくり。わあ、音が。お願いだから起きないで。セーフ。あ、壊しちゃったし。起きたら怒るんだろうな。どうすればいいのよ。あ、そうだ、おいで、直してあげるわね。 3D ペン、力を貸して。絶対直さないといけないの。魚の鱗に似せるの。マーメイドだからね、本物の鱗みたいに。先っぽにはヒレをつけて、上から黄色をかぶせる。これからいろんな色を使うのよ。よし、あと少しだ。仕上げに上に黄色を乗せたら完成。可愛く仕上がったわ。喜んでもらえるかな、私の自信作。枕の上に置いといてあげよっと。おやすみ。
今度こそ静かに。アイスクリーム食べたい。やっぱりポップコーンって美味しい。どこなのよ、枕の下。何してるのよ、ちょっと投げないでよね。足の下かな。ダメだ、どこにもない。どうしたっていうの、イヤリングが一つ見つからないのよ。この葉っぱちょっと似てない？ちょっと待ってて、作ってあげる。最後にもう一度 3D ペン。この緑綺麗、光沢があるわね。反対側もね。本物の葉っぱをなぞるのって楽しいわ。できた、あとは剥がすだけ。ほら本物みたいでしょ。イヤリングをつけたらもう片方も作って、これで完成。これあげる、つけてみて。わあ素敵ね。どう、かわいい？やった、わあおしゃれ。本物の葉っぱみたい、いい感じね。もう心配なし。よし、ラーメン作ろうっと。フォークを用意して。うん、いい匂い。もらっていいか？もう一つフォークが必要ね。フォークはどこかな？フォークが全部売り切れ？どうしよう。ラーメン食べたいのに。あ、学校に行けばあるかも。よし、あったわ。完璧。うわ、みんなが急に現れた。私のフォーク。もう、ラーメン食べたいだけなのに。そうだ、いいこと考えた。これで解決できるわ。こんな感じでいいかな。うん、上出来。うわ、天才的。 3D ペンでフォークを作っちゃった。うん、やっぱり美味しい。うわ、マジで超退屈。あ、やっと来た、信じられない。あ、また遅刻。席に着いて、隣に来るわ。やばい。何これ、シェフハット。よう、元気してる。うん、ねえ、これ食べる？アイスクリームなんていらないよ。うわ、かっこいい。シャツに思いっきりシミができてる。うわ、どうしよう。このシミを見られたら結婚式が中止になっちゃう。絶対に逃げられるわ。運動選手だから足も速いし、全てが台無しになっちゃう。どうにか追いつかないと夢がなくなっちゃう。いやー、やばい、そうなるわけにはいかないわ。どうにかごまかせないかしら。うん、 3D ペンだったらどうにかなるかも。三角形を描いてから内側を埋めて下までやって、よし、次は斜め。そしたら交差させて。よし、ピンク色。内側を埋めて前後に動かして、かわいい色。よし、細かい曲線を加えたらまた色を変えて、チョコの輪郭を描いてっと。また中身を埋めなきゃ。よし、チョコっぽくなってきたわ。うわ、おいしそう。スプリンクルを加えて、これで完成。うわ、うまくいったわ。シミを隠してと。気に入ってくれるかな。うわ、さらに可愛くなってる。いやそのブローチ可愛いじゃん。なにこれ、全然わかんないわ。あ、ちょっと見ないでよ。あ、どうしよう。誰にしようかな。
隠れてないでこっちに来なさい。マジで？やりたかったのに。よし、この科学式通りにやってもらおう。これから始めて。ほら、早く始めて。あ、では、じゃあちゃんと終わらせるんだぞ。できるわけないじゃん。ねえ、ほら、試験管よ。違うわ、別のだって。え、この赤いやつ？もう、違うって、それよ。え、これのこと？よし、わかったわ。すんごいことになるわ。この二つを混ぜるのよね。うわ、なんで？爆発？引っかかったわ。え、やばい。机に穴が開いちゃった。これだったら絶対にバレちゃうわ。うん、もう許せない。どうしよう、退学になるかも。あ、3D ペンだ。これで修理しよう。同じ色でよかった。まずは穴の上に長い糸をかけて、その上に交差させて、先生が戻る前に終わらせなきゃ。もしかしたらバレずに済むかも。あともうちょっとで終わるわ。よし、穴が塞がった。この上にフラスコを置いてと。うまくごまかさなきゃ。ああ、まだいたのか。ほら、席に戻って。ふう。よし、これでダイエットは終わり。セロリとはさよなら。おいしいものを食べなきゃ。はあ、めっちゃ楽しみ。行くわよ。上からたくさんかけまくったら。まずはペパロニ。おいしい。ウインナーは麺と一緒に。すんごいことになってる。写真撮っちゃおう。ドアップも。ちょっとやめて。あ、ごめん。あ、私の携帯が。ねえ、これで拭いて。どうしよう。あ、これだ。 3D ペンを使ってみよう。ちょっと見てて。透明のケースを用意したら、まずは黄色を使って波線を描き続けて、細かいことは考えずにスペースを埋めてと。角を仕上げたら終わり。デコレーションを加えてみよう。うわ、かわいい。すごくリアル。じゃーん、気に入った。はい、あげる。うわ、どうもありがとう。最高。一緒に食べない？本当にいいの？はあ、宿題やってると首が痛くなる。でも終わらせなきゃ。はあ、疲れたからちょっと寝ちゃおう。うん、わかったわ。公式で計算すればいいんだわ。ああ、あの定理だわ。わあ、頑張ってるわね。すごいじゃない。これを計算すれば。待てよ。よし、わかった。ああ、宿題がびちょびちょになっちゃった。うわ、宿題は大丈夫かな。ふう、夢でよかった。ねえ、宿題終わりそう？すごい目つき。怒ってるの？いや、アクシデントをどうにか防止しなきゃ。よし、 3D ペンを使ってみるわ。コーヒーカップを逆さまにして、口の部分をペンでなぞりながら一周させたら、カップをどかして、次は内側を埋めるの。行ったり来たりするだけで簡単にできるわ。ちょっと曲がっても大丈夫。そのまま続ければ OK。 よし、これで完成。じゃん、蓋の出来上がり。次は上から波線を描いて、蓋につなげるの。次は内側を埋めて、残りの部分にも波線を描いて内側を埋めるの。よし、完成。おー、完璧な蓋の出来上がり。わー、蓋を作っちゃったの？外せばすぐ飲めるし、蓋をするのも簡単。
これで心配しなくても大丈夫。濡れないで済みそう。完璧なパンケーキができたわ。すんごく美味しそう。石蹴りなんてやりたくない。めっちゃいい匂い。見に行こう。うわ、パンケーキ作ったの？あなたのために作っておいたのよ。これをひっくり返せば終わるから、フライ返しを下に入れて。折れちゃったわ。どうしよう。あ、そうだ、 3D ペンを使ってみよう。早速始めてみよう。うまく形が整いそう。まだやることがあるの。穴の形を描かないと。よし、次は色を変えてみよう。スペースをオレンジ色で埋めて。穴の中を埋めないように気をつけなきゃ。ハンドルも仕上げて。取っ手の穴も埋めないようにしなきゃ。シャベルを使おうかしら。おお、来た来た。ママ、これを使ってみて。これでひっくり返せるわ。よし、やってみよう。うわ、うまくいったわ。やっと朝食を食べられる。バナナとチョコが乗ってて美味しそう。マーカーよし、 3D ペンよし、キャップにぐるぐる書いて書いて。そしたらこれを外す。輪っかをつなげて中も塗りつぶそう。右左右左、よし、できた。そこに作った部品をつけて黄色で文字を書く。これも 3D インクでね。小さな帽子頭にかぶろう。よし、行くぞ。振りかぶって撃て。と、なんだ。おい、何をする。やっぱ当てちゃったわ。このアヒルちゃんのせいにしよう。うん、そうよ。のんびりした一日だな。すいません、カットでお願いします。喜んで。こちらにおかけください。どうも。外のお天気はまだ暑かったです。今日はどんな感じに。毛先が傷んでいるから切っていただける。もちろんもちろんですとも。では椅子の調整を。うんしょ、もうちょっと、もうちょっと。では始めますよ。美しい髪ですね。お手入れが行き届いてます。おや、引っかかっていますね。ちょっと何、なんで止まってんの。ああ、いや、その問題はございませんので。うっそー、櫛が折れた。え、何？なんでそんな顔？いや、なんでも、おならが出そうで。一番の櫛が折れたぞ。どうすればいい？そうだ、3D ペン。これで解決だ。櫛の絵をなぞる。お気に入りのピンクでね。よし、うまくいっているぞ。前半分ができた。次は取っ手だ。かわいいグリーンにしよう。すごく綺麗だ。めったに使わないけど、新しい櫛を作るからにはキュートに作らないと。花模様で仕上げ。出来上がり。素敵だ、新作の櫛。お、寝てしまったか。急いであげないと。作業再開。すみません、居眠りしてました。よし、このステージはクリアだ。行くぞ、最後のお宝。頑張れ俺。あ、なんか面白そうなことしてる。もうすぐクリアだ。私もやりたい。は、今やってる最中だ。お願い。はあ、ダメだって言ったんだよ。今遊んでるから。お願い。ダメなの。ふんだ、意地悪なんだから。うわ、飲み物なくなった。いいか、見てるからな。ゲームに触るなよ。見てるからな。ゲームに触るなよ、じゃないよ。よし、いなくなった。今がチャンス。へへ、置いてくのが悪いんだ。自分の方がうまいと思っちゃって。実は私の方がめちゃくちゃうまいんだからね。そら、くらえ。これはどうだ、避けられるか。って、うわ、
ってたのがバレちゃう。待ってよ。あ、そうだ。よし、コップよ、こっちへおいで。 3D ペンで問題が一気に解決だ。割れた縁をこうやってなぞって。よしよし、順調。続けるよ。そしたら上から右左、右左。お裁縫みたいだね。編み物かも。線はたくさん描いていこう。綺麗じゃなくても大丈夫。隙間がないことの方が大事。あとちょっと。これでよし。ふう、治った。できる限りのことはした。あっと、戻ってくるぞ。席を離れよう。元の椅子に。セーフ。うん、怪しいな。まだ見てるぞ。うん、なんかさっきと違う。一体何が違うのかな。ま、いいか。よし、もう一回ジュースをっと。勝つには水分補給が大切だ。ああ、美味しい。バレないよね。って、これのコップどうなってる。いや、やっぱり気のせいか。ゲームに戻ろっと。掃除機がけありがとう、ブロッコリーさん。なんだ、夢か。今何時だ。スマホチェックしよう。あ、スマホが。やっば。うわ、床に強く当たったぞ。やばいやばい、壊れた、最悪だ。うわ、助けて。あ、なんだ、ここはどこ。そうだ、スマホ。やっほー、ここだよ。さっき落ちたでしょ。うわー、助けて。うわー、なんてこった。また夢か。って、俺のスマホは。ふう、置いた場所にある。床に落ちてない。でも怖いな、あんな目にあったら。そうだ、この 3D ペンでいい方法がある。紫のインクでスマホケースを作るぞ。上からジグザグ、また折り返して、もう一回ジグザグ。隙間をインクで埋めていくんだ。上が終わったら横もやろう。全体をしっかり覆うぞ。よし、スマホケースでしっかり覆えた。あ、落としたぞ。大丈夫よ、割れてない。よかった、心配だった。ケース様様。じゃ、また寝るぞっと。違う、これも違う。全然ダメじゃん。これはありえない。うえ、クローゼットに何もない。最悪だ。おや、何の騒ぎだ。うふ、着るもの何もない。どういうことだ、この服は。なんだ。ジェイクにデートに誘われたの。ジェイク、どうすればいい。このシャツはどう、微妙。赤いドレスは、やりすぎ。やりすぎな気もするな。そうだ、天才の発想。これ持ってたんだった。でもアクセサリーがないな。待てよ、どうすればいいか分かった。え、どういうこと。あ、そうだ、パパ賢いね。ここに何かあったはず。って、何もない、困った。デート絶対失敗する。断ろうかな。うーん、なんとかする方法があるはずだ。イヤリングがないとダメ、いけない。どうすれば。あ、このネックピローと 3D ペンがあれば、これぞ解決策だ。本当だ、その通り。小さなスイカのイラストをなぞる。黒いインクで縁取りをきっちり描いたら、中もなぞっていこう。よし、いい感じ。まだまだ作業を続けるよ。赤いスイカの色で塗りつぶそう。横側も赤くね。これでよし、最後まで塗ろう。お次は皮、緑がぴったり。楽しい。もっと作ろうかな。こっちはもっと濃い緑。最後に黒で種を描く。赤の上に点々と。よし、あともう一つかな。綺麗にできた。もう一つ作ればペアのピアスが出来上がり。イエイ、すっごくいい出来栄えだ。気に入った。つけてみようかな。どうかな、パパ。アイディアありがとう。大成功したかも。それじゃあデートに行ってくるね。ああ、ジェイクと楽しんでらっしゃい。
さてネックピローはここだ。よし。なんだ？写真？ああ、楽しんでるみたいだな。よかった。心拍がないな。すみません。処置してもらいに来たんですけど。気味の悪い病院ね。強くならなきゃ。さあ、始めるよ。もう少しでできるよ。最高傑作だ。さあ、見てごらん。わあ、綺麗。ありがとうございます。すっごく気に入りました。さあ、本番よ。いっぱい練習したんだからできるわ。あら、痛そう。転ばせるなんて信じられない。ジーンズが破れちゃった。ご苦労様。はい、次の方。失礼します。ジーンズに穴が開いてる。お気の毒、行きましょう。もう最悪よ。一生懸命練習したのに。ジーンズ直せるはずだよ。ほら、 3D ペンがあるよ。見てて。ジーンズを貸してみてよ。 3D ペンで線を描くんだ。穴の中心に向かって線を引くよ。よし、そして丸もね。ぐるっと丸を描くんだ。次は波形にね。蜘蛛の巣みたいでおしゃれだよ。よし、出来上がりね。穴じゃなくてかっこいいアクセントになったよ。すごい、天才ね。さあ、もう一回チャレンジしよう。ジーンズに穴を開けた子たちよね。直したみたいね。ならいいわ。今回は失敗しないわ。やったー、転ばなかったわ。さっきよりずっといいじゃない。10点満点よ。優勝できると思ってたのよ。ありがとう。お掃除しましょう。これ何かしら。家具にコップの輪がついてる。さあ、綺麗になったわ。まただの？さっきも拭いたのに。こっちも綺麗に拭きましょう。さ、次の部屋。鏡に？どうやって？顔にもついてるわ。ゆっくり寝ててね。大変だったわ。まだ汚れがあるの？拭いても拭いても追いつかない。あら、これは何？あら、3D ペンっていうやつね。使ってみようかしら。コップの大きさを写しましょう。こうやってね。次は模様。目と口を描くの。かわいい顔が描けたわ。さあ、次は 3D ペンよ。丸の中を黄色で塗りつぶすの。できたわ。次は白。目の中をね。黒目と口は黒。かわいい舌も忘れずに。おう、最高の出来。見てこの顔、かわいくできたわ。ママ何してるの？ダメよ。カップを置いちゃダメ。さあ、家具を守ってちょうだい。これからはそのコースターを使って。カップの輪を拭くのはもう嫌だから。あと自分の部屋を掃除して。かわいいコースターだってことは認めるわ。先生が来た。あら、椅子はどこかしら。ここです。あら、ありがとう。
成績をつけましょう。ペンがないわね。どうぞこれで書きますよ。まあありがとう。このタオルじゃ消えにくいわ。水です。これで拭きやすくなりますよ。今日の宿題忘れないでね。スマホが大変。やった、守ったわ。どうもありがとう。さ、返して。このスマホケース滑りやすいからまた落ちちゃいますよ。直してあげます。こうやるんです。 3D ペンで全体を塗るんです。隙間がないように、上から下まで全部ね。横も忘れずに。横も滑りますから。できました。これで大丈夫。新しい滑らないケースになりましたよ。すごいわね。どうもありがとう。失礼、電話だわ。大きなモニターね。でもワクワクするわ。コードが多いのね。すごく多いわ。なんでこんなにあるの？これは後ろにつなぐのよね。これはここ、これはここ。疲れた。コードだらけだわ。かわいい指輪を作ったわ。あら、絡まっちゃって大変。あなた、コードだらけね。そうだ、 3D ペンですっきりできるよ。ここにコードを置いてペンを使うの。これでくっつくでしょ。はい、カラフルに整理できたわ。これでつなげばいいの。すごい、どうもありがとう。見た目もかわいいし。ぐっすり寝てるかしら。うー、動いた。さっと取って逃げなきゃ。うー、危なかった。あったわ、メイクポーチ。使っちゃダメ、彼女怒るわよ。もう意気地なしね。怒られるわよ。綺麗な口紅。わあ、ハサミも入ってる。髪をちょっと切ってみようかな。前髪を作ろう。まっすぐ切ればいいのよね。なにこれ、大失敗だわ。今度は何よ。あら、大変。そうだ、 3D ペン。これで綺麗に直せるわ。こんな風に線を描いてね。そして塗りつぶすの。こうやってね。できた。そしたらひっくり返して、ここにも少しつけて両端をくっつけるの。よし、いいわ。次のステップよ。青で点を描いていきましょう。でもつけすぎないように。よし、できたわ。ほら、こんなのができたわ。はい、こうやるのね。これで前髪を止めるのよ。わあ、ありがとう。ちょっと、私のメイクポーチを取ったのは誰？私じゃないから。だから君のこと愛してるんだ、ランランラン。長いな、お腹すいた。うん、何か食べない？もちろん。やった。はい、どうぞ。ロマンチックね。何か忘れてない？スープなんていらないだろ。
そう?うん。おいしい。気持ち悪いわ。彼可愛いんだけどな。食べないの?いや。でも喜んでほしいのに。カバンの中を見てみよう。卵?なんでだ? 3D ペン?そうだ、いいこと考えた。必要なものは卵と 3D ペンのみ。まずは片側でくるくる円を描く。こんな感じだな。次は横の線だ。塗りつぶすように乗せるのがポイント。できたら卵から外して取っ手をつける。スプーンの完成。最後はデザイン。猫の足跡に耳。スプーンの中には顔を描いて。エシー、はいこれ。私に?かわいい。うん、おいしい。うわ、噛まないで食べるのかよ。最高の一日。レストランには行けないな。でも可愛いからいいや。おやつの時間。わお、超タイプ。おまわりさんといえばドーナツよね。よし、幸せ。おいしそう。今はダメよ。うるさいな。もしもし、抱きしめてあげたい。ドーナツがもう食べられないじゃないの。何かできることはないかな。うん、どうすればいい。あ、そうだ。よし、 3D ペンで円を描くんだ。少しずつ大きくするのがコツ。いいサイズになったら今度は高さ。積み重ねるようにね。少しずつ円を小さくしたら完成。ミニドーナツだよ。色を変えてデザインしよう。お腹がすく。いい感じ。スプリンクルとチェーンもね。プレゼントの完成。気に入ってくれるかな。今行くよ。ねえねえ、何？こっちに来てくれる？罠じゃないわよね。渡したいものがあるんだ。わあ、素敵。気に入ったわ。ありがとう。よし。ハロー。ハロー。ごめんね。ちょっと。どうしよう。そうだ、 3D ペンの出番。簡単よ。割れてる部分に線を描いて。これが基板になるの。次は横、メッシュのようにね。これで強くなるはず。あとは埋めるだけ。隙間がないようにね。よし、完成完成。これでトイレが使える。何してるのよ。すっきりした。急いでたのね。よっ、ブライアン、これあげるよ。嘘、私に？どうやって開けるの？待って、ダメ。私のヒーロー。危なかった。そうだ、いいこと考えた。スマホを守るために必要なものはこれ。端っこから糊を重ねてね。カメラの部分は避けるように。横の方にもしっかり垂らして。そうすれば安全だからね。残りの部分にもしっかり乗せる。層を厚くするのがポイント。できたら糊を乾かして。余分な糊を切ったらスマホケースの出来上がり。どう？素敵。ありがとう。ブライアン、あら、じ
自分のアートのリアルさを追求したいと思わない？ 3D ペンを試してみよう。いい感じでしょう。本物の髪の毛が生えてるみたい。色を加えたらリアルさが増してくるんだ。心配ご無用。口は後から上に足していくよ。先に洋服を色付けしよう。色は多いほどいいもんね。こんな感じ。 3D 色塗りの極み。しかも髪から持ち上げられるんだ。クロックスを飾る時間。この丸いい感じ。今度はこの色。カラフルね。完璧。お楽しみはこれから。見て、すごくない？うわ、天気が怪しい。雨降りそう。帽子が戻ってきて。わーい、帽子の旅行だ。ああ、帽子戻ってこないわね。まあ、買い物できたからいいか。スイカを切って。うわあ、鮮やかな色。香りもいい。そうだ、いいこと考えた。このスイカをひっくり返して 3D ペンを使うの。テーブルにはみ出すように線を描いて。OK、こんな感じ。次は三角の中身を塗っていく。塗りつぶすの楽しい。うん、全部できたらあとは飾り完成。新しい帽子の出来上がり。かわいい、気に入った。はい、どうぞ。楽しんで。ああ、ダメ、絶対にダメ。サイン見てない？ドレスコードがあるんだ。帰って。はあ、最悪、知らなかった。どうしよう。そうだ、 3D ペン持ってるんだった。いいこと考えちゃった。うん、結構大変ね。あとはリボンのみ。よし、ドレスの完成。すみません。わお、すごい。そうだな、入っていいぞ。楽しんで。わお、ドレス素敵ね。ありがとう、自分で作ったの。このパーティー最高。片付けの時間。ん？待って、最悪、ぐちゃぐちゃになっちゃった。ジュエリーボックスは？あー、こんなに絡まってる。ほどくしかないか。やっほー、元気？全然、ジュエリーが絡まっちゃったの。あー、最悪ね。私が話し相手になってあげる。ちょっと手そのままにしてて。ありがとう、ちょっと借りるわね。うわ、たくさん持ってるのね。もっとちゃんと整理しなきゃ。 3D ペンの登場。まずは丸を描いて、少しずつ高くしていくの。こうやって、あとは上に円を描く。これも高くするの。くるくるってね。 OK、 完成。次はここ、最後の指も完成。わあ、すごい。ほら見てね、これで整理できる。わあ、すごい。持ってるアクセサリー全部置ける。しかも楽しい。うん、いい感じ。今日はギリシャパーティー。ジュエリーがもっと欲しいかも。違う、欲しい。微妙ね。このネックレスは？
ダメ、全然ダメ。ヤッホー、素敵。これ見て。わお、かわいい。私のは微妙。衣装に合わないの。そうだ、助けてあげる。 3D ペンを使うの。ネフェルティティの像をモデルにこうやって描くの。ほら、葉っぱよ。もう一つに葉っぱも描いて。いい感じ。最後のもできたね。完璧じゃない。ありがとう、衣装にぴったり。はあ、つまらない。ねえ、私にも遊ばせて。その代わりに、はい、メイクで遊んでて。まあいいか。どうやってメイクすればいいかな。これでいいか。うそ、私のファンデがぐちゃぐちゃ。ああ、もう飽きた。私の番、ゲーム変わって。ほら、腕時計あげる。ハイスコアまで、あと少し。はあ、でも、しょうがない。もっと当てはまるものないかな。3D ペンはどう？あ、そうだ。このような形を作ったら、中身を塗りつぶすの。早く早く。あと少し。次は 3D にするんだけど、線の引き方には気をつけてね。 OK、 上の方もしっかりデザインしたら、うん、いい感じ。完成。スライド式よ。これは間違いなく効果ある。あ、戻ってきた。隠さなきゃ。ごめんね、なくなっちゃった。どこに行ったの？うん、意地悪。うん、よかった。いなくなった。コントローラーがさっと出せる。あり嫌い。うん、何？あ、目覚まし時計か。起きる時間ね。携帯はどこ？あ、消してやる。何？はあ、また携帯がない。今度は布団の下ね。起きるのつらい。しかも携帯がまたない。髪の毛の中？毎日どっか行っちゃうんだから。ここに固定できないかな。あ、そうだ、 3D ペンで作れる。まずは線を引いて。こうやってね。ワッフルのようにクロスさせたら、今度は違う色、同じパターンだけど小さく作って。うん、 OK。 次は緑、さらに小さく作ったら、最後に組み立てるの。それ。早速使ってみよう。ベッドに引っ掛けられてスマホも入る。おはよう。携帯はすぐここ。やった、シャボン玉大好き。あれ、壊れてる、吹けない。うわー、綺麗なシャボン玉作りたいのに。妖精参上。シャボン玉作れない。ああ、そりゃ厄介だ。なんとかしてあげよう。ああ、杖はいいや。もっと便利な 3D ペンがあるからね。まずは台紙を用意して。そしたら 3D ペン、まずは取っ手の緑から。そしたら黄色い星を描いて、赤で丸を描く。簡単だね。できた、新しい魔法の杖だ。ほら、新しいシャボン玉の杖だぞ。わあ、綺麗だし、シャボン玉作れる。なあ、そうだろう。それじゃ、もう行くよ。またね。
二人とも結婚する心の準備は？めっちゃできてます。俺も。それではお互いの手を取り合って、そう、こう、いいね。あれ？指輪はないので？ああ、指輪ね、どっかに入ったはずなんだけど、このポケットに入ってるんじゃなかったかな。で、指輪は？その箱は空っぽですね、どうやら。あ、指輪、どこ行った？指輪がないなんて、愛してくれてないの？いや、愛してるよ。ただどこにあったか、すぐ取ってくる。あ、やらかしたな。指輪どこやったんだっけ？何か探さないと。これじゃダメだし、これもダメ。何か他に、あ、グルーガンだ。これを使おう。指輪の土台はあるけど宝石がない。そこで役に立つのがホットグルーだ。ラメ入りのグルーをここに乗せたら、さらにラメにディップ。紫が好きな色のはず。そうそう、これこれ、キラキラ輝く。それじゃあ箱の中へ入って、急いで戻らなきゃ。グルーガン持っててよかった。危なかった。ただいま、続きをやりに来ました。ほら、なかった指輪はここに。約束通りさ。ミッキー、この指輪で結婚を受け入れてくれる？もちろん。うわ、紫、私の好きな色。素敵な結婚式だ。指輪も素晴らしい。あ、ミッキー、気に入ってくれてよかったよ。それじゃあミッキー、アレックスの指輪は？指輪？アレックスの？そうだ、どこかにあったはず。あはは、僕らはやっぱお似合いだ。そうね、じゃあすぐ戻るから。行っちゃったね。しばらくかかるだろうから、じゃんけんでもしてよっか。よっしゃ、ゲームスタート。俺の勝ちだ。二度と逆らうな。パパっていつもパソコンに怒鳴ってる。変なの。そうだ、そこだ。死ね。なんか噛みたい気分。あ、これにしよう。そら、倒せ。次は何を噛もうかな。あ、コネクちゃんの耳。あとちょっとで倒せる。もう少しだ。他には。て、痛い。よっしゃ、くらえ。俺の勝ち。じゃあギア上げていくぞ。そうだ、 VR ゴーグルの出番だ。じゃあ次は巨大イヤホン。あかん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 。あ、わあ、あそこにあるのは本物のイヤホン。噛むのにうってつけ。ワクワクする。これを拝借。それ、へへへ、ゲットした。本物だ。がー、よっしゃ、また勝ち。俺が最強。あれ、イヤホンがない。ここに置いたのに。待てよ、ミッキー。あ、見つかった。もっと早く噛め。ミッキー、ダメだって言ってるだろ。よこしなさい、すぐに、すぐに。はあ、何でもかんでも噛もうとする。あ、これは歯か。あ、パパどうしたの。って、イヤホンキャッチ。パパおバカさんだね。あ、これ私の歯、戻そうっと。よし、元に戻った。これは硬すぎるから手を加えないと。 3D ペンで可愛くしよう。この緑がいいな。白の上に塗って、これで歯型がなくなる。もうちょっと塗ろう、緑色にね。うわ、植物のモンスターだ。そうだ、待って、こうやって色を増やそう。やった、アモンガースみたいになった。私上手だな。これがお気に入り、一番可愛い。パパ、パパ見て、起きて見て。ミッキー、今寝ようとしてたんだぞ。って、なんだいそりゃ。イヤホンケースで作ったの。ああ、そりゃすごい。しかもパパのシャツと同じ色だ。しかもイヤホンも中に入るんだな。さすがだミッキー、これをここに置いてゲームするパパを見張ってくれるわけだ。どうだい。そうだね、おかげで勝てるかもね。そうだな、じゃあ戻ろう。死ねえ。しかももう2つ作ったから、これで遊べるもんね。赤、そして黄色。うん、そうだな。ミッキー、ここに来て。そうそう、ここへ、急いで。
ではボードに書かれているのを読んで。でもそこ何も書いてなくないですか。ん、うん、おや、下に落ちてしまってた。拾って磁石で付け直すからな。ああ、また落ちた。役立たずめ。まあ何はともあれテストだ。テスト受ける準備はいいだろうな。あ、テスト、そうですね。あ、そうだ、待って。カップケーキの入れ物に磁石を一番下に入れて、これをホットグルーでいっぱいにする。わあ、まるでキャラメルみたい。食べちゃダメだけど。これでよし、上までたっぷり。そしたら可愛いスプリンクルを上から振りかけよ。じゃーん、グルーが乾いたら出来上がり。先生、こんなの作りました。あ、ミッキー、校則はどうした。これいいでしょ。授業中のお菓子は禁止だ。あ、でも本当は食べ物じゃないんだよ。見せてあげる。じゃーん、本当はほら磁石。なるほど、素晴らしいな。よくできました。それはさておき、テストの採点をしないとな。素晴らしい磁石に免じて A プラスだ。では席に戻って。さて、この磁石をよーく見て、一口だけというのは冗談。お金がいっぱい。ねえ君。いやー、あ、逃げないで、待ってよ。お金を隠さなきゃ。あ、壁に開いてるこの穴が使えそう。思いついたかも。穴にお金を入れよう。そして 3D ペンで隠すのよ。まずはアウトライン、そして斜めに線を引くの。反対側にも同じように蜘蛛の巣みたいになったわ。網の真ん中から円を描いていくわよ。こんな感じでお金を隠せたわ。きた、見つけた。一巻の終わり。これ落としたよ。あら、見ての通り綺麗なお花がたくさんあるでしょう。あなたの仕事は。すみません。あなたの仕事はそのお世話をすることよ。わあ、綺麗。これかわいい。おっと、ふう、危なかった。聞いてるの。次に行きますよ。こっちへ。上路はここよ。責任重大よね。これは簡単そうだけど。水をあげすぎちゃダメですよ。あ、はい、いけない。水浸しじゃない、拭いてちょうだい。もちろんです、任せてください。うん、これこの植木鉢をきれいにしてくださる。おっと、はあ、ごめんなさい、頑張ってはいるんですけどね。やばいわ。でも直す方法があるの。この植木鉢、3D ペンがあれば捨てなくてもいいのよ。割れたところの縁をなぞっていくの。植木鉢の一番端につけるのよ。付け残しがないようにね。もう少しよ。それができたら、割れたところの片方からもう片方に一本線を作ってね。両方つなげたいからね。いいわね。端から端に線を描いていくのよ。そして塗りつぶすの。ちょっと時間がかかるかも。でもやる価値はあるわよ。大きな隙間ができないようにね。そしてひびもすべて 3D ペンで埋めてね。そうすればひびが広がらないし、接着が強くなるから。さあ、色をつけましょう。全然違うでしょこれ。あら、いいじゃない。もう何も壊さないで。はい、すみません。はい、よく寝たわ。今日は誕生日だ。お誕生日おめでとう。さあ、何をしようかな。そうだ、この辺にあったはず。よし、バースデーっぽい飾り付けをしないとね。何か違うな。あら、元気。サプライズがあるの。目をつぶって。え、つぶるのよ。じゃーん、風船、私のために。ありがたい。特別な日でしょ。壁に飾るよ。いや、待てよ。 3D ペンを使おう。見てて。風船を膨らませて 3D ペンで周りに線を描くんだ。
ぐるぐると輪になるようにしっかりカバーできるまでに。それができたらハサミで風船の口を切るんだよ。風船がしぼんだらカゴから取り出して、中にフェアリーテールを入れよう。パーティーライトの完成。ここにかけよう。落ち着くね。最高。ゴミ箱の焚き火よりずっといいわ。お祝いしよう。片付けるね。コップを出そう。雰囲気を出して、あとはケーキ。お願い事をするよ。なんだ風よ。天気だからしょうがないね。雨は困るな。おお、誕生日おめでとう。ああ、今朝も平和だわ。準備しなきゃね。起きて。おはよう。歯を磨かなきゃ。あー眠い。わー、くすぐったい。歯がピカピカになったわ。いけない。気づかないかな。次はなんだっけ。メイクはバッチリよね。あー、ピアスをつけなきゃ。あれ、もう片方は。私は知らないよ。怪しんでないよね。おかしいわね。どうしようかな。思いついた。 3D ペンで三角形を描きましょう。こんな風にね、線と線がくっつくように。下まで描けたら色を変えましょう。スイカにしますよ。皮は違う緑を使ってね。それから黒で種を描くよ。赤の上にランダムに黒い点も描きましょう。できたら裏返してピアスのポストをつけます。おしゃれで美味しそうでしょう。でもまだありますよ。 3D ペンで細かい線を描きます。反対側も同じようにね。葉っぱの形にしたいからね。いい感じ。裏返して小さく切ったストローをつけましょう。ハサミでストローを切ったらイヤーカフになりますよ。わあ、素敵。配管に興味があって。やっぱりね。最初のお客さんだ。いらっしゃい。かわいいじゃない。あなたもね。お誕生日おめでとう。あ、スマホケース、ありがとう。でも同じのを持ってるの、ごめんね。他のもあるわよ。はい、歯は生えてるわ。そう、そうよね。他にもあるはずよ。あ、こんなの持ってたんだ、ごめんなさい。あれ、 3D ペン思いついたわ。スマホを平らな面に置いて 3D ペンで描いていくの。下から上に向かってね。クリエイティブに描くのよ。スマホ全体をしっかり覆ってね。隙間がないようにね。でももちろんカメラのレンズのところは開けて。この辺はゆっくり時間をかけて。次は側面もよ。スマホをしっかり守れるオリジナルのケースを作るの。こんな風に。よし、これならどう。わあ、かわいい。よかった、お邪魔するわね。またお客さんだ。いらっしゃい。お誕生日おめでとう。プレゼントだよ。ちょっと失礼ね。どうでもいいわ。準備しなきゃ。このベルトかわいいわ。でもちょっと短いな。あれ、やばい、ネイルが台無しよ。最悪。おかしい、ネイルが。だって負けぬ。あなたって最低ね。でもいいわ、なんとかなるはず。これ使えるかも。よし、緊急で爪を直すには爪にテープを貼ってね。オレンジスティックで爪の周りにテープを押し付けます。そしてペンでアウトラインを描きましょう。
テープを爪から剥がして平らな面に置いて残りの爪を描きます。楕円形にね。そして 3D ペンでテンプレートを埋めていきます。線の外側にはみ出さないようにね。次はペンとかを使ってプラスチックに少しカーブをつけます。そして付け爪をテープから剥がしましょう。丁寧にね。また割れちゃったら困るから、爪切りバサミで余ったプラスチックを切り取りましょう。ペンで描いた線の通りに。あとはつけるだけですよ。反対側の手でつけたらゴージャスな付け爪の完成。かわいい。よし、準備できた。すごくかわいい。ちょっとやめてよ。あっち行ってよ。何なのよ、掃除の時間なのよ。どっか行ってよ。頭に来た、こうしてやる。出て行きなさい。私の勝ち。話してよエミリー。やだ、私の。僕が先に見つけた。よし、白黒はっきりつけるぞ。そっちがその気なら仕方ない。よし、やるぞ。僕が丸だ。丸だといつも勝つ。うわ、真ん中取るなんてありえない。絶対倒す。僕の罠にかかったな。そうすると思ってたさ。楽に勝てそうだな。まだまだ勝負はこれから。さあ、これでどう。僕の方がうまいね。うん、まさかそう来るとは。あ、そうだ。え、そんなのあり？ありありのあり。はい、どうだ、私の勝ち。なんで、そうなるはずないだろ。ちえ、じゃあクマちゃんを渡すよ。やったね。あーん、もうこの目が素敵、吸い込まれそう。これ以上完璧なものってある？最高の男子だな。きっとお似合いのカップルになれる。そうだ、なる方法あるかも。この呪文書の力を借りれば恐ろしいことなんて起こらないでしょ。でもまずは護符が必要。ちょいと場所を空けてレジンを一瓶用意。そこにラメを入れる。これでキラキラに。そしたら混ぜるよ。しっかり色をなじませる。こんな風。次に型に流し込む。愛を象徴するハート。わあ、この色素敵。上までたっぷり入れるよ。あとは固まるのを待つ。型から取り出してチェーンをつける。わあ、とっても綺麗。すごくいい出来だ。でもまだ終わりじゃない。呪文をかけるよ。この護符でマットに振り向いてもらう。私こそが運命の彼女。彼を引き寄せる魅惑の光。うわあ、信じられない、魔法が効いてる。よし、じゃあ始めよう。エミリー、わお、気づいてくれた。声かけないと。いや、エミリー、今日なんか可愛いね。わあ、そのレックレス素敵だ。なんていうか、その引き込まれるっていうか。え、ちょっと大丈夫？やっぱもう行くわ。待て、逃がさないぞ。ちょっと何すんの、話して。まさかこうなるパターンとは。開けるんだエミリー。あー、いや、やっぱ結構です。やめとけよかったんだ。ほら、これが欲しいんでしょ。もうあげるから。ん、これは一体何だろう。変なの。ん、ネックレス。俺によこせ。来ないで。あ、ユニコーンさん、とってもふわふわだ。ずっと撫でていたいね。止まった。これは僕の歯か。どうして抜けたんだ。あ、でも歯の妖精が来るってことか。ママ、こっち来て。あら、マット、どうかしたの。見て、歯が抜けたんだ。まあ、うちの子が大きくなって歯の妖精にお願いするもの考えた。このイヤホン。じゃあ歯を枕の下に入れないと。わかったよ、ママ。そうすればなくならないってわけだね。あとは待つだけ。とっても楽しみだ。さあ、もう寝なさい、妖精さんが来るわ。あ、そうだね。ユニコーンさんも忘れずに。おやすみ、ママ。おやすみ。じゃあまた明日ね。さて、始めなくっちゃ。ああ、もう寝顔が可愛らしい。じゃあ歯をもらおうかしら。起こさないようにしてね。あった、これをイヤホンとすり替える。透過交換ってやつね。気に入ってくれるかしら。
待って、もっとこの子にふさわしく 3D ペンを使ってまず縦にラインを引いていく。綺麗にぴっちりと、隙間ができないようにね。お次は蓋に取り掛かる。ここも短く縦に引く。周りをぐるーっと行くように。これでいいわ。そしたら厚紙に描いたユニコーンの顔に 3D ペンで色を塗る。はみ出さないようにね。これで最初が完了。お次は耳を描く。反対側も、その他の場所も色を変えて、どんどんカラフルにするわ。色同士をつなげるようにね。上手に描けてる。そして角は欠かせない。いい感じね。あとは最後の仕上げ、満足できる出来。これをケースに貼る。蓋がユニコーンの口みたい。マットも気に入ってくれるはずね。これを枕の下に入れる。素敵なサプライズになるわ。顔を見るのが楽しみ。私は幸せ者ね。妖精さん来てくれたかな。よし見てみよう。わあ、これすごいや。最高だ。わっほー。ママー、どうしたの。妖精さんは来てくれた。これを置いてってくれた。まあ工作が得意な妖精ね。使うのが待ち遠しいや。こっち貸してあげる。これすごいよね。本当ね。シャララララララ。ああ、メガネが汚れちゃってる。これでよしと。あら、お客さん。大金を使いにやってきたぞ。まあ、待ってました。意地汚いもんだ。ふん、ここにあるのは？これでファッションのつもりかね。ああ、私は好きだけど。他には何がある？こういうのも悪くないな。私を呼んでるかのようだ。試着してみようか。うん。お似合いですね。もちろんだ。私は何でも似合う。全体の雰囲気がバッチリ。でも一番のおすすめはこちら、メガネ。ゴージャスになりますよ。ゴージャス、悪くないな。うん、この辺が良さそうだ。試してみて。そうさせてもらう。ケバケバした方が趣味ではあるが。素敵です。ご覧ください。いまいちだな。いや、これはやめとく。あんた今。いえ、何でも。ではこちらは。うん、いいだろう。してみよう。これも微妙。他に気に入っていただけるものはいろんな種類がありますけど。ダメだダメだ、これもダメ。何一つ気に入らん。じゃあ私のメガネは。いや、もういい。待って待って。なんだね。あともう一点だけおすすめが。考えて、乗客が逃げちゃう。あ、これがあるじゃん。いや、願い事は使い切ってた。そうだ、このグルーガンなら絶対大丈夫。キラキラのグルーで形を作る。雲の輪郭を作ろう。楽しいな。そしたら雲をもう一つ描く。これはカスタムメガネのフレームになるよ。そしたらつなげよ。次に青いレジンを用意。雲の中に出すよ。もう一つも同じように。これがレンズになる。そしたら固まるのを待つ。鶴も作っておいた。素敵でしょ。自分でもかけたいぐらい。こちらはいかがでしょうか。うん、興味深い。貸してくれるか。今までのどれよりもいいじゃないか。素晴らしい気分だ。まさに探していたものだな。あ、本当によかった。じゃあこれをもらう。いくらだね。5ドル。あ、いや待って、一点物なんで、その500ドルでいかがでしょう。お値打ち価格。この素敵な見た目はプライスです。だわあ、嬉しい。礼を言うのはこっちだ。ほんじゃあ、チャオ。またのお越しをどうぞ。あれでいけるんだ。緊張するな。いや、一つ質問するだけだ。エミリー、もっと自信を持たないとだな。エミリー、いや、脅迫してるみたいだ。エミリー、これあげるよ。僕の愛の証。君も同じように思ってくれる。とっと、あれ、落としたかも。この辺のどこかに。なんでいつもこうなるんだ。おっと、あ、いや、エミリー、腕立て伏せをしてたとこだよ。座ってどうぞ。あ、君素敵だね。嬉しいこと言ってくれる。
いや本当だって。待って、それマニキュアかい？これちょっと借りていい？え、なんで？大丈夫って、これで全部解決だ。絆創膏にマニキュアを塗る。薄い層を作るんだ。それが乾いたら上から色塗り。このピンクがうってつけだね。暗い色と縞模様にしよう。とっても綺麗だ。最後の仕上げはハート。パーフェクトじゃないか。これ落としてダメだね。オッケー、じゃあ行くぞ。エミリー、どうしたの？マット、うわ、待って、本当の本当？君に聞きたいことがある。はあ、信じられない。結婚してくれる？もちろんするわ。そう言ってくれると思ってた。本当幸せ。自分で作れるんだから買う必要なんてないよね。ピンクってやっぱ最高。やっぱりハート型がジュエリーには一番合うよね。はい、一つより二つの方がいいに決まってる。次はエポキシ樹脂の登場。心配しないで、ラメも入るし、豪華なビーズも。すごく可愛いよね。ゴージャス、私にぴったりの一点物。え、うわぁ、本物の人形。信じられない。どうもこんにちは、人間さん。ねえ、こっち来て。私、でもヒレがあるから。そうか、そうだ、キャッチしてね。いい？まあ、素敵、ありがとう。どういたしまして。素晴らしいわ。ああ、目が。え、どこに行ったの？どうなってるの？水の中にいるのかな？魚さん、どうしよう。クレア、ああ、人魚、嬉しい。そしてここが私の通う学校よ。皆さん、こんにちは。ちょ、一人ずつ。やれやれ、サインください。お願い。ねえ、こっちこっち。ちょっとやめて。ちょっとどいて。待って、いい考えがある。見ててね。ここに絵があるでしょ。ワイヤーを使って形を作るの。そう、いい感じ。それを2つ用意したら、カップに好きな色のレジンを用意してね。よし、棒を使って埋めてくよ。こんな感じで。パールカラーはここにね。平らにならしたら円を描いていくよ。小さな太陽みたい、かわいい。こっちには小さな三日月を描く。最後の仕上げを塗ったら完璧。乾いたよ。ほら見て。ちょっと、どうしてよ。ありがとう。もちろんよ。わお、とってもかわいいでしょ。かわいい、お揃いだね。ちょっと、親友は私だからね。ほら、二人でお揃いだね。太陽と月だよ。イエーイ、ワクワクする。早く終わった。待って、何？おやつがあるんだ。はい、ありがとう。動画のお供にはっと。この広告好き。うわー、今すぐ購入。ピカピカー。よし、いただきます。うん、おいしいでしょ。うん、すごくおいしい。もっと手が大きければよかったのに。うん、うまい。スプーン使ったら？スプーン？うん、ちょっとやってみるわね。うん、アイスクリームをすくって。本当に？どうやって口に入れるの？あ、難しい。もうちょっと。楽しいのかしら。変なの。それ何？ポケモンのキーホルダー？
ごい。私も欲しいわ。どれどれ。本当だ、かわいい。どうしよう。今すぐキーホルダーを手に入れよう。電話かメールでご注文。お金は持っていないんだ。うん、うん、私も。待って、いい考えがある。必要なのはこのスプーンだけ。この粘土のかけらが見える？全部一緒に転がすよ。それをスプーンの上に置く。次は別のスプーンで平らに潰すよ。完璧。さて次が楽しいのよ。キラキラがいっぱい。紫外線で乾燥させる。完了。すぐに取り出せるよ。かわいい。うわあ。自分だけのキーホルダーだよ。ここにつけて、お願い。あは。どうぞ。ただってのが最高でしょ。本当だよ、見て見て。最高の人魚の親友、間違いなし。あらやだ、溶けちゃった。アイスクリームスープだわ。お金持ちでも貧乏でも 3D ペンのライフハックは誰だって使えます。レモネードは絞りたてしかありえないわよね。はあ、退屈。外に出ようかしら。でもそれには靴がいるわね。ならば来てちょうだい。はい、エヴァ様。靴がいるわ。すぐ持ってきて。一番キンキラのをお持ちしました。ないわ。すみません。もう燃えるような赤ないない。サンダル。じゃあスニーカーはいかがで。いや、靴選びって大変ね。このティアラは素敵だけど。あのエヴァ様、もうこれしかございません。あのさ、今日雨降ってもないわよ。首だけはご勘弁を。あっち行って。なんとか挽回しなくては。自前で靴を作るのか。ああ、もう気がおかしくなりそうだ。これ履くわけは、もうこれしかない。いや待てよ、このプランター。そうか、 3D ペンで石の隙間を埋めましょう。好きな形になるまで続けて。これで靴底が一つ完成。紙製の入れ物を用意し半分に切ります。ペンを使ってなぞりましょう。網模様を作ってね。まだまだ続けて。出来上がったら紙を取り除きます。リボンで全体をまとめましょう。結び目をきれいに。素敵だ。これなら気に入ってもらえる。エヴァ様、最高の一足をお持ちしました。本気で？本気の本気です。マジで？どうか気に入ってください。うん、これでクビになるのはごめんだ。本当にね。ああ、これは命がけだ。気に入ったわ。これにしましょう。はあ、結構可愛いじゃない。サイズは合うかしら。ぴったり。しかもオリジナルサンダルね。インスタで自慢しよう。あ、靴の山。もう手間かけさせるわね。寒い。またソファーで寝ちゃったのね。ああ、髪の毛絡まってる。ヘアブラシ見っけ。他にもガラクタがいろいろ。うわ、蜘蛛の巣だらけだわ。まあないよりマシか。これダメになってない？なんでほどけないのかしら。うわ、でっかい結び目だ。
これはラチが開かないわ。ほっとけろ。うわ、痛い。うわ、頭に生えてたのに。こんなボロボロの歯でよくやるわね。もういいわ、手ぐしで。いや、ないか。他に役に立つものは、木べら？それだわ！ 3D ペンを使ってブラシの刃を作りましょう。ちょっと時間がかかりますからね。でも結果は気に入るはず。ブラシの長さは自由自在。全体を覆うまで続けましょう。そしたら長さを揃えて半分くらいから切っちゃいましょう。これで即席のヘアブラシ完成。毛が絡まってももう大丈夫。シルクのような手触りになるわ。しかも安上がり。これで髪の毛どうなった？ DIY って最高ね。でも疲れた。テスト勉強足りてるかな。あれ、何してんのかしら。頭で見えないわ。よっしゃ、めっちゃパーティーしようぜ。パーティー？めっちゃパーティー？すごい！めっちゃパーティーする！しかもぴったりな服持ってるんだ。パーティータイム！あ、でも爪が、これじゃいけないわ。マニキュアは高いしな。隠すわけにもいかないし。あ、3D ペン！爪をきれいにしましょう。まずは油脂を当てて、爪の輪郭が決まったらそれをなぞりましょう。髪を横にどけて爪の形を完成させます。そしたらそれを 3D ペンで塗りつぶしてください。赤が定番ですね。いい感じに見えます。棒などを使って形をカーブさせましょう。あとは髪から剥がして爪に貼るだけ。じゃーん！ゴージャスじゃない？これって本当に便利だわ。自分でできるなら高いマニキュアなんていらないわ。ねえ、その爪すごくない？ありがとう。これで自信がつくってものよ。やあ、エヴァ。それって、本物の？ちょっと！あれってデビッド？うわあ、髪の毛！もうちょっと女優さんみたいにならなかったの？せっかく長い髪なのに、邪魔邪魔。って、こっちのこと見てもくれない。エヴァばっかりだわ。うわ、取れた！もう一度。よし、開いた。あれ？中身全部落としてきた？今日って最悪の日ね。はい、デビッド。わあ、アニーのイヤリングすごい。いや、あれ？ちょっと、どこ行ってんのよ。もう、気に入ってくれた？一点物なのよ。インスタで DM くれよ。アニーの泥棒猫。でもイヤリング綺麗だな。その耳につけてるキャンディー素敵ね。作り方教えてあげる。 3D ペンで木の葉をトレースします。色も忘れずに。まるで本物の葉っぱみたいですね。それが乾いたらチェーンに取り付けます。下にもう一枚葉っぱをつければイヤリングの完成。素敵。アニー、ありがとう。確かにお高く見えるわね。なんでレンガがないの？いつも道具を持ち歩いててよかった。これじゃないわね。これこれ、3D ペンはいつだって便利なのよ。
他の人もこれにつまずいたらかわいそうだもの。もうちょっと線を引いて、あとは塗りつぶすだけよ。レンガがなくてもこれで大丈夫。あとちょっと。よし、ふう、完璧ね。あ、もうやった。私上手くなってきたわ。ハートの天才ね。車線をはみ出さないでよ。何これ、呪い車ね。行け。もううるさいよベティ。あんたにはわからないのよ。一体ちょっとキーボードがどんだけ強く叩いたのよ。ああ、これじゃプレイできないわ。最悪、返してよ。これは私の。なんなの、もう。あ、 3D ペン、いい組み合わせだわ。パソコンのキーボードのキーが取れたら 3D ペンで作れるよ。取れたキーと同じ高さに作ってね。緊張の瞬間、やった、ゲームは止まらないのよ。おお、ベティ戻ってきたのね。何してたんだっけ。ベティ、勝手に私のペン使ったでしょ。お姉ちゃんって最悪。判断は早いわよ。どうでもいいよ。歯が抜けたわ。歯の妖精さん取りに来てね。あそこ待ち遠しいわ。うわ、これいつまで経っても慣れないわ。もう汚い。うわ、あ、よかった。やばい、割れちゃった。この魔法の杖、前はもっと良かったんだけど。起きちゃうわ。好きなお皿が割れちゃったら 3D ペンで新しく作れるよ。このステップは時間がかかるけど、やる価値はあるわ。縁取りが完成。次はこうやってラインを引くの。半分できたわ。次はクロスするように線を引くよ。こんな風になるはず。いいでしょ、古いお皿のことなんて忘れるわよ。よし。ああ、忘れるところだった。このために来たんじゃない。ここにありそう。あった、価値のある歯よ。毎度あり。また。今日は本当に暇だな。アイスクリーム売ってる。よだれが出そう。お金あるよね。ゴミしかない。これどうかな。やってみよう。おお、お客さん。えへへへ、こんにちは。いらっしゃいます。私にならタダでくれる。お金がなきゃダメだよ。ないのよ。ないの、じゃあダメだよ。わかったわよ、また来るわ。はいはい、私なりのお金を作るのよ。 3D ペンがあればできるよ。よし、あとちょっと。アイスクリームコーンみたいでしょ。そしてアイスがなきゃ。ストロベリーソースもね。お腹が空いてきちゃった。いいでしょ、ここに鎖を通すの。かわいい。お揃いのピアスもね。自信が持てたわ。綺麗に見えるように。あ、それさ、うん、また来たの。うん、そうなの。可愛いネックレスだな。あなたのアイスと合うでしょ。そうだね。小さいのください。それはしないわよ。
またか。 3D ペンがあれば何でもできちゃいますよね。とても便利なんです。お気に入りのクラフトはありましたか？コメント欄で教えてください。このビデオをお友達に共有して、チャンネル登録もよろしくお願いします。